うん、ありがとうございます。はい、次のページ。はい、はい、こちらはショッピングバッグと、そうですね、あのギフトボックスですかね。そう,ねそうですね。えっとこの辺はあのまあ今 SDGs ですとか、あの地球環境に云々ということがあって、うん、あの私たちみたいに商売をしているものとしたら。うん あの意外にこのショッピングバッグって経費がかかって大変だったんですけどあの今やお金をいただけるようになってるというあの大変ありがたいことなんですけどであればやっぱりあのお客様のタッチポイントに少し配慮をしたらどうだろうかとでそうするとこうあの消耗品になりづらい紙袋も大切にしてくれたりでまあ右のものはラッピングスリーブっていうんですけど包装紙をなるべく 減らすす、ええ、いうようよな形でででききてきたものですねなるほどすごい発想の転換というかね、はい、企業であればこれはもうコストとしてなるべく削減したい部分をあえてコストをかけて。 経営コンサルタントの人がいち早く言ったのがこんなのにお金かけるのはバカだと言われたんですけどこ街で持って歩いてる人いたら思わず頭下げますよねそのくらい逆に広告のツールになってるのかなって気がします街で手に持って歩く人たちが増えればそれだけお店の宣伝にもつながるというところでは宣伝広告費として考えられるということでしょうね。下は えと左からあのこうまあいわゆるあのショッピングバッグですね、うん、こ,れでこれは季節でこれはディアンド・デルカってあの女の子がとってもあの大好きなえ沖縄にはないんですけれどもちょっと私たちもまねっこしようかっていう,こう始めましたらあのなかなかこれも評判で今やあの季節展開をしてて作ってますこれね僕も実は欲しくて探しに行ったんですけど全然なくて <laughs>、うん。<laughs> これからもどんどん作っていく予定はある。んですかそうですね。季節で展開しようか。どうしてもこうファッションをやってたせいか。ええ、同じものをずっと売るっていうのが苦手で、うん、なんかこう季節で買いたくなるんですよね。なるほど。はい、これ右は。あ<ー>はい。これ右フードマーケット、まあ、あの、一昨年ですか。あの、実はあの。経産省の、ええー、賑わい創出授業という授業で採択されて、ええ、こうフードマーケット開けたんですけれども。 まあちょうどまあエコっていうこのキーワードがありましたのでバッグたくさん作りましてあの右下のオリジナルワインバッグっていうのはこう日本入りのワインバッグですえから完全にオリジナルで作ったんですけどまあワインを売るためのバッグですねそういう感じですかね。それとあの上のエコバッグはやっぱりこう年に開いた こう、アメリカ時代に生まれたショッピングセンターということで、ちょっとアメリカンチックなデザインで、ええ、あのやはりイラストレーターさんにお願いをして作ってますね。うん、なるほど。はい、会社のデザイナーさんたちとやることもあれば、はい、外のデザイナーさんとやることもあるんですか。はいはい、そうですね。あの、先ほど日本柳さんがおっしゃってた、ええ、その真っ向から挑戦という部分のインハウスデザイナーもいらっしゃいますけど、ええ、あの。 結構やはりこう詰まってしまうときがあるので、へーへーあのこのように例えば国の女性制度とかを活用できるときはなるべくあの外のデザイナーにお願いをしてこう刺激を受けるような形を取ってます。なるほど。はい。これ日本柳さん、あれ？はい。ミュートにしちゃってます。はい。<laughs> ねあのー。<laughs> この平社長のプラザハウスという商業施設なんですけど、はいうん、これだけオリジナル商品を作られているっていうのはすごい珍しいですよね、うんうん、いやめちゃめちゃ素敵だなと思って見てましたなんかもうお客さんみたいに見ちゃってたくさんあの全国の事例見てらっしゃると思うんですけど、うんうん、きっとねなかなかないんじゃないかなとうんそうですねだしやっぱりあの来た人たちがどうしてもこうお土産ってなると 同じようなものがやっぱり並んでしまっているのでなんか最近僕もそうなんですけどちょっと違ったものを探しちゃいたくなるんですよね。うん、そんなにに僕確実に買うだろうなと思いましただからやっぱりこう人が欲しくなったりとかその動機というかだったりとか人にあげたくなるとか、うん、みたいなところにもう直球でつながってるような感じがお二方ともしていてで多分あのお土産としてね持って帰れるのは平さんのところかなとは思うんですけどなんかとっても素敵な。 展開されているんだなっていうのを拝見してました。はい、ありがとうございます。はい。うんはい、こちらはね。同じように。あの豊田さんの方の。サブレでしたっけ？はい、えーとですね。はい、サブレもありますし、タルトの箱もあるし、これ全全ラインナップですかね。タルトサンドの箱もあります。うんうん、ギフト用のパッケージそうですね。<あ>まあギフト用というか、これこれが通常の。 ものですねうん、うん、いつも使ってるやつですこの、ね、豊田さんあのすごく、えー、こうさっき紹介文にあの「幸せを感じられる暮らしのヒント」っていう言葉があったんですけど <laughs>、はい、これがまさにそういう。 表現なんでですすかねねそうですねあの僕たちまあタルト屋業,業態としてはタルト屋なんですけどもあの売っているものとしてはその送るっていう行為に対してまあサポートするようなちょっとこう手を添えて添えられるような何かそういうことをお店のコンセプトとしているので、うん、えまあ送るっていう行為には送る方と送られる方がいてその人たちのこう共通言語としてその間に「おはこる手」っていうものがあると。 あそういういい、まあ、正直ちょっと高いんですよね、うん、その高いものをこうわざわざこう選んでいたくれてそれをおーわざわざこうもらえるいただくっていうことにただそのものともののやり取りだけじゃなくて私はわざわざを運ぶとを選んだんだよっていうその気持ちが一つ乗るような,なんかそういうことをこうやりたくてパッケージはこだわっています、うん、なるほどこれもらいてとしてもねもらったら嬉しいですもんね。はい し、まあ、かし人と人がねこう対面をするということをこのシーンを描かれて、うんえー、作ったデザインなのかなというふうに思いました、はいね、一方であの商売っていうのはあの情報発信っていうのも大事かなと思うんですけれども少し情報発信のね話に入っていきたいなと思いますが。 これもかっこいいお店ですね。<laughs> 朝くのところの <laughs> ありがとうございます。<laughs> はい。ね、少しあのすみません、あの自分の話で恐縮なんですけれども、えー、私があの、えー、これ瀬長島という、えー、島の、えー、海かじテラスという商業施設の中でやってるお店なんですが、あのーまあ、これを立ち上げる頃はですね、あのまあ、あまり予算はなかったので、もういかに情報発信を 設計の中に組み込んでいくかということを考えて作ったのでその辺の少し話をしたいと思うんですが名前がエイトマンズシーバーグと言います、えー、これねあのな,なんとなくかっこいい名前だなと思ってくれたら嬉しいんですけど実はこの名前の中にいろんなストーリー込めてましてあのエイトマンって分かりますか皆さんはい あのまあ伝承ではあるんですがあの糸満という地域名の語源になったとえ言われておりましてまあその昔えイギリスの8人の船乗りが座礁して今の糸満エリアの人たちが助けてくれてまちづくりに貢献したみたいなえそんなストーリーからえーもらってるんですけれども。